アイテム番号。SCP-641JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-641JP に通じる扉が存在する2カ所のサイトは財団フロント企業の私有地及びフロント企業の施設として外見を偽装し、財団職員以外の人間の侵入と注意を引くことを防止してください。また、財団職員についてもセキュリティクリアランス3以上の職員及び該当職員に許可された職員以外の立ち入りを禁止します。説明。SCP-641JP は合計およそ、平方メートルの総面積を持つ異空間です。SCP-641JP への侵入口は現時点では山梨県、市にある閉店した書店の2階にあるトイレの扉。岡山県、市の閉店した書店、支店のバックヤードへの扉の2箇所が確認されています。SCP-641JP 内部は近代的な図書館のような内装をした空間です。窓などから観測できる SCP-641JP の外部は常に非常に濃い霧に覆われており、目視では観測できません。観測機器等での観測の結果では観測可能な範囲では建築物や樹木のような物体は一切観測できませんでした。入り口、2箇所を除く、外部、へ続く扉や窓などは未知の手段で固定されており、開くことはできません。また、窓ガラスも異常な硬さを持っており、窓ガラスを割って、外部、へ行く試みもすべて失敗しています。内部には照明や図書検索用端末、ウォータークーラー、トイレなどのような設備も存在しますが、電力や水道水がどこから供給されどこへ排出されているかは不明です。水道水は分析の結果鹿児島県、市で供給されている水道水の成分と一致しました。SCP-641JP の異常な点は、収蔵されている資料はすべて過去、あるいは現在いずれかの国や組織によって、禁書、とされている資料であるという点です。最も古い年代のものとしては、紀元前213年に秦の始皇帝により行われた焚書工事により焼却されたものと同じ内容の書物が発見されています。なお、資料は書籍だけにとどまらず、9mm フィルムやビデオテープ、絵画などのようなものも含まれています。現時点で確認された資料の一覧はファイル、SCP-641JP 内部収蔵資料一覧にまとめられています。追記、現時点で確認されている資料は公式に、禁書、とされ流通が制限、禁止されたものだけではなく、有害図書指定された資料なども含まれています。現在、収蔵の対象となる基準について調査中です。SCP-641JP 内部から資料を故意に持ち出したり資料を損壊しようとする試みは失敗しています。資料を持ったまま人間、以下被験者、が、出入り口、へ向かい通り抜けると直ちに被験者と資料は消滅します。消滅した資料は直ちに元置かれていた場所に戻され、被験者は SCP-641JP 内部に戻され SCP-641JP-1 と定義される存在に変化します。資料を損壊しようとする試みも同様です。SCP-641JP-1 は SCP-641JP 内部に存在する人型実体で、外見は様々な服装、年齢、性別をした人間です。活性化している SCP-641JP-1 は司書などのような図書館職員のような振る舞いをしており、資料の検索などに対しては協力的です。元は SCP-641JP 内部で破壊活動や図書の持ち出しをしようとした人間であると考えられていますが、人間だった頃の自我は存在しないことが確認されています。非活性化状態の SCP-641JP-1 は SCP-641JP 内部の随所にある図書閲覧用の机や椅子などに座ったまま動きません。以前は非活性化状態の SCP-641JP-1 は SCP-641JP-2 と分類されていましたが、別の日程での調査の際 SCP-641JP-2 に分類されていた個体が SCP-641JP-1 と同じ振る舞いをしていたことが何度も確認されたため、両者は同一の存在であると判断され再分類がなされました。携帯型の検査機器で活性化、非活性化双方の SCP-641JP-1 を検査したところ、体組織や遺伝子などは人間と同じでしたが、脳死状態にあることがわかっています。なぜ活性化中の SCP-641JP-1 が脳死状態にもかかわらず活動しているかは不明です。また、活性化ないし非活性化する条件等もわかっていません。SCP-641JP 内部で発見された資料の一部。署名。我が闘争。著者。アドルフ・ヒトラー。
発見場所。政治思想史の本棚。ほい。ドイツ語版が収蔵されているほか、出版が禁じられているか有害指定されている国の言語訳版が収蔵されている。分析。どうやら具体的に禁じている場所以外の範ならば、原版が禁書とされていてもここには収蔵されないようだ。博士。署名。紫雲色梅語読み。著者。為永俊水。発見場所。編集済み、の本棚。ほい。出版年相応の経年劣化が確認されている。分析。ジャンルに制限はないようだ。公的組織により出版、流通が制限されたことがあるならば何でも構わないらしい。博士。作品名。青い馬の塔、ターム・ダーブロー・エンプフェアード。作者。フランツ・マルク。発見場所。館内ギャラリー。ほい。絵画。原版はナチスにより大敗芸術として没収された後行方不明になっている。分析。行方不明になった原版が何らかのルートでここに収蔵されたのか、それともここにあるのは複製なのか、どっちだ？どちらにせよさらなる調査が必要だ。博士。概要。SCP-717-JP に酷似した書籍。著者。不明。発見場所。自動書コーナー。ほい。資料調査中の研究員が発見。D クラス職員に比較的無害な項目で実験させた結果、オリジナルの SCP-717-JP と同一の特性を持つことが判明。分析。どうやら財団が収容し、一般には出回らないようにしている資料もここに複製が収蔵されているようだ。間違っても一般人や要注意団体関係者がここに入るような事態が起きてはならない。収容方法をより厳重にすべきであると考える。博士。特別監視記録641/1/2000年、月日。国において、削除済み、という理由で、市の著書である、の出版の差し止めの可能性が濃厚となりました。財団は、が SCP-641-JP に収蔵される可能性が極めて高いと判断。どのようにして蔵書が SCP-641-JP に収蔵されるのかを調査するため、人体制で SCP-641-JP 内部及び SCP-641-JP-1 の監視をすることを決定しました。対象、SCP-641-JP 内部及び SCP-641-JP-1 全個体。実施方法、人体制での監視、結果、監視に当たる全職員が配備された3時間29分のち、の出版差し止めが確定。それと同時に SCP-641-JP のエントランスに一冊が出現。エントランスそばにいた SCP-641-JP-1 が該当書籍を回収し、が該当すると思われるジャンルの本棚に収蔵した。なお、印刷が完了していた全てが保管されている。国の、編集済み、に潜入していたエージェントからの報告で、保管されていたの部数は変化しておらず、一冊も減っていないことが判明しています。分析。どうやら SCP-641-JP に収蔵されるものはどれも複製らしい。ただ、どのようにして禁書にされたのかをリアルタイムで感知したのかなどは不明なままだ。引き続き要調査であると考える。博士。確認された SCP-641-JP-1 の一部。番号、外見、尾行。SCP-641-JP-1-6-9 日本軍憲兵総長の制服を着用した中年のアジア人男性。所持していた身分証から19年に左翼団体の捜査に向かったまま行方不明になった憲兵総長と判明。SCP-641-JP-1-14 終戦直後のアメリカ陸軍5長の制服を着用した若い白人男性。所持していた身分証から1900年に旧日本軍の施設の調査中に行方不明になった GHQ の伍長と判明。SCP-641-JP-1-27 スーツ、中折れ帽を着用した中年のアジア人男性。所持していた警察手帳から1900年に無政府主義団体の捜査に向かったまま行方不明になった特別高等警察に所属していた警部補と判明。SCP-641-JP-1-38 灰色のジャケットに青いジーパンを履いた若いアジア人男性。所持していた免許証などから1900年に行方不明になった左翼活動家の死と判明。SCP-641-JP-1-47 和服の中年のアジア人男性。詳細不明だが、服装などからおそらく江戸時代
天保年代の人間であると考えられる。SCP-641-JP-1-52 スーツを着用した中年のアジア人女性。所持していた健康保険証から1900年に行方不明になった教師の死と判明。SCP-641-JP-1-65 ボロボロの衣服を着用した初老のアジア人男性。詳細不明。財団では迷い込んだホームレスが何らかの理由で変異したと推測している。SCP-641-JP-1-79 学生服を着用した若いアジア人男性。所持していた学生証から1990年に行方不明になった、死と判明。なお、学生服からはタバコとライターも発見された。SCP-641-JP-1-82-D-47628 SCP-641-JP 内部の書物を持ち出すよう指示したところ SCP-641-JP-1-2 変異。ほい。SCP-641-JP-1 との接触記録。対象。SCP-641-JP-1-82 元 D-47628 インタビュアー。研究員。不機。接触時、SCP-641-JP-1-82 は活性化しており、書棚の周囲の見回りをしていた。録音開始。研究員。ちょっとよろしいですか？ SCP-641-JP-1-82 何でしょう？研究員。この本を借りたいのですが、どこでどう手続きをすればいいでしょうか？ SCP-641-JP-1-82申し訳ありませんが、当図書館では貸し出しは行っておりません。研究員、どうしても必要なのですが、何とかなりませんかね？ SCP-641-JP-1-82貸し出しはできませんが、コピー機での複製ならば認められています。所定の申し込み用紙に必要事項をご記入いただいた上でご利用ください。研究員、そうですか、ありがとうございます。ところでもうちょっといいですか？ SCP-641-JP-1-82 何でしょう？研究員、あなたの名前と、この施設について教えていただけませんか？ SCP-641-JP-1-82私はここの職員です。それ以上でもそれ以下でもありません。また、この施設は知識を収蔵する場所です。研究員、と、言いますと？ SCP-641-JP-1-82、都合が悪い、という理由で隠された知識を収蔵する。それが当図書館の役目です。研究員、なるほど。ところで、ここは誰が運営しているのですか？ SCP-641-JP-1-82、申し訳ありませんがお答えできません。研究員、そうですか。ありがとうございます。録音終了まで省略。終了報告書。研究員は引き続き SCP-641-JP-1-82 に対し資料の入手方法や施設の存在する場所、SCP-641-JP の発生時期などを質問しましたが、いずれの質問も、申し訳ありませんがお答えできません。という返答でした。研究員はこれ以上の会話は無意味と判断し、打ち切りました。私は SCP-641-JP-1-82 の元となった D-47628 の性格などをある程度把握していましたが、今の彼の性格は以前とは全く異なるものになっていました。D-47628 は粗暴な男で丁寧な言葉遣いを一切しない男でしたが、SCP-641-JP-1 は SCP-641-JP-1-82 を含めて総じて丁寧ではありますがロボットのような無機的な性格をしているように思われます。このあたり、人間が SCP-641-JP-1 に変異する際に精神影響を及ぼしているか、何らかの存在が元体となった人間に憑依しているかしているように思われます。研究員。結局運営者や起源などはわからずじまいだった。ただ、奴の言っていた、知識を収蔵するのが役目、という表現が引っかかる。役目、ということは当然何者かが何らかの目的で設置した、ということになるだろう。要注意団体が関与している可能性もまた否定できない。さらなる研究と警備の厳重化が求められる。博士、